シャルンホルストは第一次世界大戦後にドイツ海軍が建造した戦艦。シャルンホルスト級戦艦の一番艦。艦名はナポレオン占領支配からドイツが独立戦争を起こした際に活躍したプロイセン陸軍の将軍、ゲルハルト・フォン・シャルンホルストに由来する。脆弱なドイツ海軍の数少ない主力艦でありながら、活躍の機会はほとんど得られなかったものの、 その戦歴からドイツ海軍の中では幸運な艦と呼ばれていた。1930年6月30日にビルヘルムスハーフェン海軍交渉に適行後、一時建造中止。1935年6月15日に建造再開、1936年10月3日に浸水、1939年1月7日に竣工したが、 う指示に艦首が波を被るという不具合が出た。再びドック入りした本館は、海面に対し垂直だった、艦首形状を前方に突き出した形に回収した。しかし今度は、秒差口の位置が悪く、艦首派がそこから甲板に吹き上げたので、波を被るという点は、差したる改善がなかった。それでいて、砲塔の防水などは工夫されなかったため、全部砲塔は浸水で、 しばしば故障した。三度目の回収でようやく波かぶりはなくなったものの、砲塔の不具合はその後も続いた。1939年9月1日の海戦から、間もない9月4日、ブルンスビュッテルでイギリスのウェリントン爆撃機による爆撃を受けたが、被害はなかった。11月21日、シャルンホルストは同警艦のグナイゼナウ、軽巡洋艦ケルン、 ライプツヒなどとともに、ビルヘルムスハーフェンを出撃した。翌22日に、巡洋艦などとは別れ、グナイゼナウと共に、アイスランド南方へと向かった。その途中の23日に、イギリスの補助巡洋艦ラワルピンリと遭遇した。2隻は、ラワルピンリを沈めたが、イギリス側に発見されたことから、アイスランド南方への進出は中止して北上した。 26日に2隻は嵐に紛れ、イギリス軍の包囲を抜けて27日に、ビルヘルムスハーフェンに帰島した。1940年2月18日から20日まで、ノルトマルク作戦でシャルンホルストは、グナイゼナウ、従順洋艦アドミラルヒッパー、駆逐艦2隻と共に、ノルウェー沖へ出撃したが戦果はなかった。 1940年4月に開始されたドイツ軍のノルウェー侵攻作戦、ベーゼル演習作戦ではシャルンホルストはグナイゼナウと共に、なるべく攻略部隊の支援部隊として参加した。二隻は4月7日に、なるべく攻略部隊やトロンハイム攻略部隊の巡洋艦、駆逐艦と共にドイツを出撃した。途中でトロンハイム攻略部隊と別れ、シャルンホルスト、 グナイゼナウとなるびく攻略部隊の駆逐艦10隻は8日の夜にベストフィヨルドの入り口に到着した。そこでシャルンホルストとグナイゼナウはなるびく攻略に向かう駆逐艦と分かれた。翌9日、早朝、2隻は露テ天諸島沖でイギリスの巡洋戦艦レナウンと遭遇し、戦闘となった。このなるびく沖海戦でグナイゼナウとレナウンが損傷した。 戦闘後2隻はヤンマイエンジマへ向かい、12日にビルヘルムスハーフェンに帰還した。6月4日、有能作戦でシャルンホルストはグナイゼナウ、駆逐艦4隻と共にキールを出撃し、従順洋艦アドミラルヒッパーと合流後、ノルウェー北部に進出した。6月8日、ドイツ艦隊はタンカー、トロール船、兵員輸送船、各1隻を沈めた。 その後巡洋艦、駆逐艦と分かれて2隻で行動中シャルンホルストと、グナイゼナウはイギリスの空母グローリアスと、その後 A の駆逐艦、アカスタ、アーデントと遭遇し、3隻とも撃沈した。この時シャルンホルストは、グローリアスに対して、約 24.2km の距離から砲弾を命中させ、艦砲射撃による最長の命中記録を樹立した。しかし、 このノルウェー沖海戦で、シャルンホルストもアカスタの雷撃により、魚雷一本が命中して損傷した。海戦後応急修理のためトロンハイムへ向かった。6月11日に、そこでイギリス軍のハドソンによる爆撃を受けたが、命中弾はなかった。6月15日、シャルンホルストは空母アークロイヤルを発進したスクア急降下爆撃機による攻撃を受け、 爆弾一発が命中したがそれは不発はだった。6月20日にシャルンホルストはトロンハイムを出港して23日にキールに入港した。その途中にも英軍機による攻撃を受けたが損害はなかった。修理完了後、12月28日にシャルンホルストとグナイゼナウは通称破壊戦に出撃したが悪天候のため引き返さざるを得なくなった。 1941年1月よりグナイゼナウと共に2隻で北、大西洋で通称破壊作戦に従事した。2月8日、両艦は HX-106 戦団を発見したが、ナオエのラミリーズの姿を見て襲撃を断念した。3月8日、両艦は SL-67 戦団を発見したが、マレーヤが護衛についていたために退避した。これらの戦艦は、 シャルンホルストとグナイゼナウよりも劣速だが、その巨砲は敵の接近を阻むのに十分で、イギリス側の無数の無言の勝利に貢献した。それでも、ナオ両館は、計22隻115,622トンの船を撃沈、打破し、3月22日にフランスのブレストに入港した。百四十一年に、ブレスト軍港でイギリス空軍の空襲を受ける。 シャルンホルストとグナイゼナウ。シャルンホルストは期間に不具合が生じていたため、ブレスト入港後その修理が開始された。7月23日朝、修理が完了したシャルンホルストはテストと訓練のためら、パリスへ向けて出港し、同日夕方にラ・パリスに到着した。この動きはイギリス軍機に発見されていた。7月24日、 イギリス軍のハリファックス爆撃機がラパリスのシャルンホルストを攻撃し5発の命中弾を与えた。だがそのうち3発は不発だった。同日夕方シャルンホルストはラパリスを離れブレストに向かいそこでドック入りした。その修理は12月に完了した。1942年2月11日から13日、セルベルス作戦によりドーバー海峡を突破し、 ドイツ駅艦。1943年3月から7月までノルウェーで戦闘訓練を実施。9月、シチリア作戦でスピッツベルゲン島を艦砲攻撃。同年12月25日、敵輸送船団 JW55 バイト攻撃のため出撃し、翌26日、英艦隊と交戦中、英国戦艦デュークオブ、ヨークの砲撃を受けて損傷。 さらに他の英国艦から雷撃を受け、沈没した。1968名中生存者はわずか36名であった。開戦後、イギリス艦隊の指揮を取ったブルース・フレーザーは、デューク・オブ・ヨークの中で、将校たちに次のように訓示した。新諸君、シャルンホルストとの戦いは、我々の勝利に終わった。私は、君たちの誰かが、 戦力が倍以上違う相手と戦うことを要求されたとき、をシャルンホルストと同じぐらい立派に指揮することを望む。歴史群像欧州戦士シリーズ25、図説ドイツ海軍全史世界の軍艦コレクション第49号戦艦、シャルンホルスト世界の艦船造艦第67、週、シャルンホルスト、ザヒストリー、ハットシャルンホルスト、ザヒストリー。ありがとうございます。